クロイネチャンネル始まるよー、イエイエイエイ。何の話しようかね。4本目だから、はい、久しぶりにね4本撮っております。うんね、久々に4本なんかなかなか撮んないね。そうですよ、もう今日18ですから。もう今はそうだね、もうね夕暮れだね、夕方でもうねクタクタですよ。いやしかも俺本当今日大阪から帰ってきてそのままだからね。ね、代表戦見て、そう YouTube 撮って撮って最高ですね。うん、もう会議して YouTube 撮ってね。最高ですよ。いや本当今日最高だから、なんか今日なんか2日間ぐらい起きてる感じするもんね。なんかいやいいことです、いいこといいことですね。やっぱ大阪行ったらさ、たこ焼き食っちゃう、ね、たこ焼きはね絶対食べますでしょ。そう、はい、であのククルククルね、ククルのね、はい、たこ焼きね、はい、ツイッタースタジアムの中にもあってさ、うん、でそこでも食べてさ、いや美味しいで、ビールビールも飲んだんですか。いやビールぐらいいいでしょ。ビール飲ましてよ、なんでビールビールも飲んだの。ビールにハイボール、うわ最高じゃないですか。何杯飲んだの。いや2杯飲んだ。いやいや本当は2杯で10ぐらい飲んだでしょ。感染できないほど酔っ払うんですよ。本当だから今日はすごく充実してる一日でね。しかも本当に4本撮ってるからね。はい、なかなか取らないですよ。すごいよ、素晴らしい、ね、ということで今回ね、はい、これですファーストフードモコモコポーチってことでね。ファーストフードのモコモコポーチ、ほらモコモコポーチ、え、純喫茶やってで、ちいかわやってファーストフード、これだ。すごいですね。ね、この前のイベントもこれ持ってる方いらっしゃいました。やっぱりすごいね、はい、だからちいかわの今回モコモコポーチも作らせてもらったんですけどさ、なんか噂によると、噂ガチャガチャのちいかわの売り上げランキング、はいはい、今まで他のメーカーさんも出されてる中で、はい、もうみたいです。え、もうやりがたいね。もうそうそうそうぐらい売れてるみたいな。やっぱえ、フィギュアとかさ、ああそういうことね。なんかそういうのが売れるっていうイメージ。そういうのを置いて売れてる。そう、もうすごいじゃないですかそれは。嬉しいよね。嬉しい嬉しい。ニッコリの純喫茶とかやっぱ反応良かったみたいでね。そうですよ。そんなみんなポーチ使うんだね。いやポーチは使いますよ。すごいね。はい。いやありがたいね。いくら入れてもいいですから。しかもやっぱサイズ感とかもすごくいいからね。はいはいはい。で紹介しようか。まずポテト。ポテト、ポテト、一応こういう感じで、そうですね、このガチャガチャに入ってる状態で持ってきました、ね、今日は。一見小さく見えるけど開けてびっくり、ほらびっくり。こんな大きい、うさんくさくね。急にすごいでしょこれ。いやすごいですねこれは。携帯電話、そうですね、ほぼ。でしかもその魚ポーチなんだけど、ここのさモコモコの刺繍がさしっかりされてるから、ぬいぐるみがついてるみたいなんだよね。いやぬいぐるみがついてるんですよね、これちょっと立体になってて、うん、うん、たくさん入るよね、これね。すごいですね。これすごいよね。うん、すごい。これ本当にいいよ。しっかりしてますよ。しっかりしてる。なんかペロペロのやつあるじゃないですか。うん、ガチャガチャで。あるある。ね、これ触ってみる。うん、これ本当しっかり。で、パスタの方も物によって色は変えさせてもらってて、はいはいはい、うん、ポテトだと赤だけど少しピンク寄りの感じかな。はいはいはい、サーモンピンクみたいな感じかな。いいね、うん、可愛いですねポテト。可愛いね。ポテト可愛い。うん、でこれはポテトのさちゃんと黄色の部分、はいはいはい、オレンジと黄色でポテトの立体感と色分けして展開してる。可愛、はいはい、で続いてハンバーガー。ハンバーガー？あこれごめん、これハンバーガーでホットドッグかなこれ。これだけだと結構分かんなくない？分かんない。ね、ほら、ホットドッグはこんな感じね。ちょっと黄色オレンジっぽい感じで。はいはいはい。かわいいでしょ。やっぱ意外とファーストフードって相当人気なんですね。人気だね。うん、なんかお客さんのこれが好きだランキングみたいにつけたいですけどね。そうだね。一応なんか売れてるランキングは。あ、そうなんですか。じゃあベスト3教えてもらって。ね、合ってるか分かんないけど。ざっくりだな。合ってるかがいい。ざっくりランキング。ざっくりランキングでいいの。チャラ社長のざっくりランキング。それよくないよ、ざっくりランキングって。そういう感じがするとかダメでしょ。あの正解はテロップで入れておきます。そうだね。はい、確か、はい、純喫茶。純喫茶ね。まあそう俺は思います。ね。はい、思います。あとお弁当のぬいぐるみでしょ。ああまあそれはそうですね。あと、はい、変態のぬいぐるみ。あ、そこにも食い込むんですか。だったと思う。ちょっと見てみる。あの答え知ってるんですね。じゃあ最初から答え見て。調味料とか入ってんじゃないかなと思ったんですけどね。調味料かな、ちょっとね。何で来たんだっけな。この前さ、それデータもらったはずなんだけどさ。大事なデータよ、それは。どこにあるかが分かんねえよ。もうざっくりランキングだけになりましたね。ざっくりランキングじゃん、それ。3位は宇宙のぬいぐるみ。宇宙とかゴミのぬいぐるみとかもいい感じだったみたいな、ね、あーゴミね、はい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 、そう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 。今ね、タイもすごい人気という伺っております。あ、本当に？はい。この前のガチャナイトの会場でもね。あ、そうです。結構話題になったけど、はい、受けてましたね。ゾウがいいもんね。いやいや、トゥクトゥクでしょ。トゥクトゥク
トゥクもいいけど、トゥクトゥク、え、続いて、ピザね。ザーピー？うん、ピザ。ザーピーかわいいね。これさ、ちょうどさ、サラミがさ、チークみたいになってね、かわいいよね。サラミがね。うん。ちょうどいい。え、すごい。うん。ふかふかしてんのすごいっすね。そうそう、それがね、いいね、立体的で。うん、で、続いてが、アメリカンドッグ。アメリカンドッグ。そうか、これ、ポーチもやったもんね。あ、そうそうそう。立体のね。はいはいはい。ぬいぐるみポーチ。ぬいぐるみポーチね。こういう感じでね。アメリカンドッグ。うん。でこれがハンバーガーだね。ハンバーガー。うん。あ、ハンバーガー緑のね。緑かわいい。ファスナーが緑で入る、はい。なんかフレッシュネスバーガーみたいな、ね。そうだね。こういう感じでね。スバーガーか。けどやっぱそういうのもコラボしたいよね。あ、いいですね。ニッコリのぬいぐるみでいいんじゃない？あ、うん、できそうですね。できると思う。まあそこまでちょっとブランディングをね高めて頑張っていきたいね。はい、ファーストフード店の皆様ぜひ。コメントに書いてください。見てねえだろ。レッツシェイクね。シェイク。やっぱハンバーガーいいな。ハンバーガー？うん。いやー、まあチャラ社長はね、ドルトットも今回に限ってはいいでしょうね。これは違うでしょ。これは違う。こことここは違うんじゃないですかね。うん、これも違うんでしょ。これ、まあ、この三つやろ。まあこの三つそうですね。茶色でね。いやでもね、本当ファーストフード似合いますよね。いやけど俺食べないじゃん。俺ほんと食べないんだよ。そうですね。子供は好きだよね、マック。いや好きでしょう。うん、マック好き、ね、ハンバーガー大好きでしょ、うん、これいいでしょう。これはいいです。もうこのポーちゃんはね、また引き継ぎいろんな展開もするんでね。うそ、うん、まだやるんすか。もうやるやるやる。いやもう、もう入れるもんなくなりますよ。もう全然できるよ。入れるもんないですよ、もう。さっき言ってたじゃん。ポーチは何個買ってもいいって言ってんの。聞いてんかんね。もう無理、もう無理。もう今んとこ、もう 今ので手一杯です。ここまで。もう今後はちょっと。本当に？いや、もう入るものがない。ちょっといい、もう使っていっぱいあげる。もう入れるもんないです。入れるもんが。で、こちらね、全6種400円。はい。7月発売展開しておいたら、こちらもぜひチェックしてみてください。今日紹介させてもらったのは、ニッコリのファーストフードモコモコポーチでした。めっちゃでかいよー。よろしく、使ってね。